韓国の EV バッテリーが首を宣告されました。韓国のバッテリー、二次電池素材分野は世界市場のシェアを高めつつありますが、中国と日本に次いで依然3位にとどまっています。日本市場調査会社である矢野経済研究所によると、昨年のリチウムイオンバッテリーの4大重要素材市場は計2兆5000億円と前年比で 13.1% の成長を見せました。2019年の 7.9% に比べると伸び幅が大きくなってるのがわかりますね。韓国で作られている電池もほぼ全ての分野で高い伸びを見せました。主要供給先の国内バッテリーメーカーが定着し、これからの電気自動車バッテリーの供給も増えたことで、この増加傾向はしばらく続くと思われます。さて、その韓国ですが、自動車電気バッテリーの分野で何やら不穏な空気が生まれつつあります。一体何が起こっているのでしょうか。今回は韓国の自動車電気バッテリーの闇についてご紹介していきます。2022年時点において電気自動車 EV 車のシェア率は、日本国内での普及率は 0.9% と依然低いままですが、アメリカや欧州、中国などでは年々普及率を高めています。中国などでは100万円程度の補助額が支給されたり、電気自動車のための設備が急速に整えられたりするなど、政府による手厚い支援策が功を奏しているようです。英国の調査会社 LMC オートモーティブによると、 EV 車の世界販売台数は2030年には2334万台と20年の10倍になると予想されています。このまま EV 車の人気が増加するとなると、問題となるのは EV 車の核ともいえる車載バッテリーの需要供給問題です。現在の世界の車載バッテリー市場では、中国の寧徳時代新能源科技股份有限公司 CATL がトップとなる 26% のシェアを持っています。 CATL は共産党政権からの産業補助金によって急速に生産技術と価格競争力を高めており、車載バッテリーのみならずバッテリー市場では高いシェアを獲得しています。そして第2位のシェアを誇るのは韓国の LG 化学。 LG 化学とは LG エレクトロニクスという韓国ソウル市に本社を置く有名な情報通信メーカーです。世界各地に118以上の拠点を持っており、家電製品や液晶ディスプレイなど様々な分野で事業を展開しています。 LG 化学はインドネシアやハンガリーに電池工場を新たに設立したり、アメリカの抗がん剤開発を手掛けるベンチャー企業を買収したりと、そのなかなかのスピードで拡大を広げている様子。まさに絶好調と思いきや、実は LG 化学の技術不足による問題がいくつか浮上しているんです。ドイツのフォルクスワーゲンの超高級自動車ブランドポルシェは、2022年6月21日、ドイツバイザッハの開発センターにおいて、新世代の高性能バッテリーセルの研究、開発、生産、販売を開始すると発表しました。新世代の高性能バッテリーセルの生産を行うのは、ポルシェとカスタムセルズ社が共同出資をして設立した新会社、セルフォースグループです。カスタムセルズ社とは、特殊用途のリチウムイオン電池の開発において、世界をリードする企業です。今までポルシェ EV 電気自動車の電池は韓国の LG 化学製のものを使っていましたが、今後は韓国のバッテリー企業とは縁を切り、独自開発を行っていくことにしたということです。 LG 製はあっさり捨てられてしまったんですね。 LG 化学はこれまでポルシェだけではなく、アウディ、ボルボ、ダイムラーなどとも提携を結んでいましたが、管理体制が整っておらず、生産が追いつかず納品が間に合わなかったり、受注は増加しているのに利益を確保できないといった苦しい状況に追い込まれています。ポルシェも過去に大韓のバッテリーとして発注した6000台分のうち3000台しか受け取れなかったといったという事態を経験しており、このような不満が鬱積し、今回の決断に至ったと考えられます。さらに、LG 化学は、後ほどご紹介しますが、突然バッテリーが発火するといった事故が相次いでおり、企業の技術に対する信頼度も下がってきています。このこともポルシェが
LG 化学との提携を切った一因なのではと推測されています。今後ポルシェは自社のバッテリー産業を中心に電動モビリティの分野で技術的なリーダーシップとしての役割をさらに加速させていくとのことです。生産を進める電池セルはシリコンを使用するそうです。シリコンにより現在のバッテリーと比較して電力密度、蓄電量を大幅に高めることが可能となり、短時間での充電ができます。このことによりバッテリーは小さなサイズで同じエネルギー量を供給できるようになるわけです。また新しい化学的性質によりバッテリーの内部抵抗が減少します。これにより機器で生じる余剰なエネルギーを回収し電力に変換して再利用する際、より多くのエネルギーを吸収すると同時に急速充電の性能が向上するということです。他にも大きな変更点があります。現在の EV 車は 400V の電圧を使用していますが、これからの時代は 800V になります。この 800V の高電圧に対応できる車載用インバーターを提供するのが日立オートモティブシステムズです。車載用インバーターとはバッテリーに接続し車からの電流を家庭用に変換する機械のこと。このインバーターを量産することにより EV 車の実用性を高めるとともに長距離ドライブを可能にするとのことです。多くの EV 車の走行距離は300キロ程度ですが、これを1000キロまで伸ばそうということなのです。また快適な加速性能と充電時間の短縮に貢献するとも述べています。これらの技術はアメリカのジェネラルモーターズが追随すると表明し、今後世界で広がる可能性のある優れた技術です。全固体電池に限らず様々な分野で技術を伸ばし続ける日本、開発を進めてはいますが、あくまで日本の考えはシェアについてはその後についてくるという発想です。ポルシェは納品期限も守らず、製品の質もいい加減な韓国企業とは手を切って日本の技術を役立てていこうという英断に至ったわけですね。とても誇らしいことです。ただ中国や韓国が日本の技術を盗んでいかないようにしっかりと見張っている必要がありますね。今後欧州の自動車メーカーの多くはEV 車の生産力を強化する中でバッテリーのアジアへの依存度を引き下げようとしています。韓国はこれから欧州における顧客はみるみる減っていき、これまで自分たちがいい加減な事業しかしてこなかったツケを払うことになると思いますが、どのよう行動していくのか気になるところですね。さらに2022年8月20日にはアメリカの大手自動車ゼネラルモーターズが EV 車のシボレーボルト EV に搭載されている韓国の LG 化学製のバッテリーに発火の恐れがあるとしてリコールの対象拡大を発表しました。これまでにも GM は3回にわたってリコールを発表しており、なんとかつて発表されたシボレーボルト EV のすべてのモデルがリコールの対象になっています。計14万1000台のシボレーボルト EV がリコールされ、この費用は最大およそ18億ドル、約1980億円にも上るそうです。GM はこのリコール費用を LG 化学に負担するよう求めています。2021年2月にも行われた GM の LG 化学に対するリコール台数は計8万1700台であり、約1000億円の費用がかかりましたが、LG 化学はそのうちの約7割を負担しています。 LG 化学はこれまでにも車に搭載されたバッテリーが発火する事故が韓国、欧州、カナダなどで15回以上も発生しており、民生機器用バッテリーへの不安も高まっています。2020年には LG 化学のインド工場にて発がん物質のスチレンが800トン漏れ出し、現地住民が15人死亡、1000人余りが入院治療を受けたという事件もありました。インド政府の調査の結果、 LG 化学の安全不干渉と安全設備の不備によって発生したことは明らかだとして責任を追及されました。さらに被害対策と自己収拾は後回しにして法的な処罰を受けることになる会社の責任者の支援だけに没頭している LG 化学に姿勢の変化を求め、自己再発防止のための国際連帯を強化したいと言われてしまう始末。
起こした事故も事故ですが、その後の対応についても注意を促されるお隣さん。韓国らしいといえば韓国らしいですが、自分が起こした事件についての責任能力もないとなってしまうと、やはり信用するのは難しいのでないのでしょうか。このような事件が相次いでいるため、LG 化学の事業運営への懸念は高まっています。GM の発火事件について、同社は、米運輸省高速道路交通安全局 NHTSA に対して、その原因は、バッテリーセルの製造上の欠陥であったと報告。セルの負極タブと分離膜が破裂する可能性があり、充電中に発火する恐れがあるとして、GM と LG 化学は、まだ調査を行っています。アメリカ国内では、この問題を正しく解決できるか、LG 化学の力量を疑うとともに、車載バッテリーに限らず、LG 化学の製造技術、そのものに対する懐疑の念も現れているようです。しかし、シボレーボルト EV の全てがリコール対象となったところで、GM は、LG 化学を簡単に切るようなことはできません。仮に提携を切ったとしても、かつては、LG 化学と手を結んでいたという事実は残ってしまいますし、GM へのブランドイメージはもちろん、消費者からの信頼回復のためにも、発火問題に対しては誠意ある方法で、問題を完全に解決することが優先されます。GM も、韓国企業と手を結んだばっかりに、余計な責務が増えて大変そうですね。さらに、アメリカは、IT 先端分野や人権問題などで中国と対立しており、高容量バッテリーやレアアースなどに関して、中国へなるべく頼らないようにするサプライチェーンを整備していこうとしています。実際、韓国企業と提携を結んでいるのは GM だけではありません。フォード社も、韓国の SK イノベーションと手を組んでおり、合同の電池工場を米国に建設予定。クライスラーは、サムスン SDI から電池の供給を受けるなどしており、アメリカ自動車企業と韓国バッテリー企業の結びつきはかなり強いのです。これらの分野で中国を頼れない分、アメリカにとっては韓国が同盟国となるということですね。長いスパンで考えると、GM の EV バッテリーの供給は大きくなるのは明らかなものの、今回の発火問題を理由に、LG 化学との提携を解消するというのは取りにくい戦略なのです。さらに、世界1位の中国の CATL と世界2位の LG 化学に次ぐ次世代バッテリー開発を手掛ける大手企業は今のところ見当たりません。韓国企業は短期間で大量生産体制を整えており、アメリカの自動車メーカーはやはり韓国企業との締結は現実的に最善の選択肢でもあるのです。アメリカの政府や産業界にとって経済安定保障の面からバッテリーの供給体制を安定したものにしたいというのは前提であり、LG 化学をはじめ、SK イノベーション、サムスンや SDI などの企業を有する韓国との提携は、やはり、安牌なのかもしれません。とはいえ、LG 化学の発火問題が究明されない限り、LG 化学との提携を終わらせ、他社からバッテリーを調達するアメリカ企業が増加する可能性も、もちろんあるでしょう。しかし、アメリカが、韓国企業との提携に頭を悩ませている一方、欧州では独自の電池メーカーとの合弁で電池を生産使用しようとする動きも進んでいます。先ほどご紹介したポルシェもその路線の筆頭ですね。フォルクスワーゲンは欧州に6つものバッテリー工場を建設し、世界中に充電ステーションを拡大する計画を立てています。スウェーデンのボルボは地元の電池メーカーであるノースボルトと組み、年間50ギガワット時の生産能力を持つ工場を新設し、26年に生産を開始する予定です。アメリカは、現時点では、そのように自国の企業内で完結させようという動きは欧州ほど大きくはありませんが、EV 車バッテリー生産向けの巨額投資案件が相次ぐなど、萌芽が見られます。また、韓国のずさんな管理体制が続けば、日本のバッテリーメーカーへのビジネスチャンスともなる可能性は十分にあるでしょう。なぜなら、今まで日本の企業も国内での EV 車普及率が低いという理由で手をつけてこなかったものの、少しずつ EV 車バッテリーに比重を置き始めているからです。2022年8月には、トヨタは日本とアメリカで EV 車用バッテリーを生産するために
最大7500億円を追加投資することを発表。ノースカロライナ州に建設予定の工場は、2025年に稼働予定で、年間20万台のリチウムイオンバッテリーが、生産可能な製造ラインを4本設ける予定です。また、同時期に、ホンダが、アメリカに、車載電池工場の新設を発表。これは、韓国の電池会社とも連携して行うようですが、6100億円もの巨額な資金を投じることを決定しています。これらの工場は、オハイオ州に建設予定ですが、この工場を、北米における EV 車生産の中心拠点として進化させたいと強く意気込んでいます。アメリカでは、バイデン政権が EV 車などの新車販売比率を引き上げるため、電気自動車関連の投資に28億ドルもの補助金を投じる方針も打ち出しています。さらにアメリカ政府は、中国が重要な鉱物の採掘、加工から電池製造まで電池のサプライチェーンを独占してきた。米国の能力不足は EV の開発と普及を妨げると説明し、アメリカ国内でも競争力を高めていきたいとの意向を見せました。日本企業も力を入れつつある EV 車バッテリー産業、一体どこの国が生き残るのでしょうか。性能も高く仕事も丁寧な日本が高い評価を受けることは目に見えていますが、これからの動向に注目していきたいと思います。さて、今回の話題について海外からコメントが寄せられていたので、その中のいくつかをご紹介したいと思います。逆に今まで電池産業で中国や韓国が高いシェアを占めていたなんて知らなかった。でも EV バッテリーってなるとやっぱり自動車に対する理解が不可欠だし、自動車産業が強い日本がここからすごい勢いで伸びてきそうだね。ポルシェから見捨てられちゃった韓国企業さん、まあ期限内に納品もできない、作った製品は発火とか、そんなことばっかり続けてたらヨーロッパのみならず世界中から提携切られるのも時間の問題なんじゃない。アメリカが韓国企業となかなか簡単に提携を切れないのは中国絡みの問題もあるんだね。中国はそんなに嫌われてて世界シェア1位ってどこの国に輸出しているのか気になっちゃった。日本ではまだまだ電気自動車の普及率が低かったから、日本の大手企業も本腰入れていなかっただけで、あと数年経てばものすごい技術を開発しそうな予感。日本政府も EV がもっと普及するように手を打ってくれないかな。そうしたらますます技術は発展するし、いいことしかないよね。いかがでしたか。EV 自動車のバッテリーはとても高度な技術が求められますし、韓国にはまだ荷が重かったかもしれないですね。ここは日本の技術力と手抜きの一切ない仕事ぶりを存分に発揮して差をつけてほしいと思います。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。じゃーん。